1番ホールパー4、マスターズティー400ヤード、メンバーズティー365ヤード。スターティングホールはわずかに右曲がりで、力強いティーショットを求めています。ティーショットはフェアウェイ3分の1あたりにあるバンカーの左が目標となります。この位置につければ、セカンドショットでグリーンを捉えることは比較的容易です。ただし、グリーンをミスすると少なくともボギーを覚悟する必要があるでしょう。
3番ホールパー4、マスターズティー360ヤードメンバーズティー360ヤードティーショットはフェアウェイ左に配置された4つのバンカーの右サイドが目標です。セカンドは距離はいりませんが正確なショットが必要となります。グリーン面はボールを左に転がすようになっているためパットは常にピンのわずか右を狙います。Nice par.